皆様こんばんは、絆長崎です。いろいろなことをお疲れ様でした。お仕事中の皆様、夜勤の皆様、本当にお疲れ様です。すいません、おっちゃんは一仕事終わったんでいただきます。今日はキリンのラガー、一番私が一番好きな生ビールというわけでございまして、皆様のおかげさまにてですね、51歳誕生日を迎えることができました。で、12月31日大晦日は、YouTube 絆長崎と名乗らせてもらってですね、3周年っていうわけでございまして、12月31日は、毎年友達の家の実家で過ごすために、ここにはいません。また来週再来週とですね、夜間がちょっと入ってくるみたいなんで、いる時はいます、いない時はいません。くーちゃん、ちょっと昨日ね忘れてしまって、熟成に熟成を重ねて昨日の予定が今日12日どがんね、あんた、あんたはなんか大事なことをしちょるような気がして、あんたね、目が今日は光ったですね。真ん中におります。クリスマスの2018年2月24日救出、ちょっとね絆しか覚えてなくて、左側がキララちゃん、右側のぞみちゃん、後ろがチェリーで、一番小さなピヨピヨピッチです。いただきます。うまい。このサングラスのね、ネジをずっと30分ぐらい探しておりました。こんなちっちゃいんですよ。グラグラってなって締めようとしたらポロって取れてしまって、ならんかもしれんけど、やるだけやりたかですね。なかなか物忘れんです。昭和50年代のアルプスの少女ハイジ、昭和50年代60年代平成にかけてガングロメイクの走りはもしかしたらハイジやったんかな。白色じゃないですよ、ちょっとねピンボケガングロやったっちゅうことで、昭和50年代からあるからもう何年になるんやろか、30年40年分からんけど、昭和、私が小学校の頃を計算したら40年になりますわ。全然丈夫です。そして我が家にあった大皿飾るんではなく、私はもう職人さんのことを考えたら使っていただきたいと思ってね、使ってます。直径30センチあります。直径30センチというのは一般的国道のですね、信号機です。あのレンズが青、黄色、赤、そして枠をこうしたら1メーター超えるぐらいの大きさ、目の前で見たことあるんですけどね、信号機を目の前で見たらめっちゃでっかいですよ。そして安室奈美恵さんがすいませんね、ロレツがまだなんで、スーパーモンキーズから安室奈美恵としてたくさんのヒット曲、そして40代で歌手の生活をお休みしましたけれども、今もどかしらで活躍されてると私は思いますけれども、その当時私が20代の頃買ったブランデーです。
いつか開けたいと思います。ちょっとね、昔よいしょ、ちょっとはね、ゴミが、よいしょ、昔スマートフォンとかね、そういうのがなかったですからね、映るんです、をよく持ってさら行ってましたね。当時の部屋です。2001年12月の研ぎつけて書いてます。ちょっと離れてますけれども、このラッパのところに飾ってますのがこいつです。2001年って書いてますけどね、まだまだ古かです。よいしょ、全部写真で撮ったですもんね。写るんですで、写るんですよ。そして昔から景色が好きで、景色も撮っとりました。だってたまにアルバムは見るともよかですね。何年ぶりかに見た。いつか早めに開けて、どんな味するんだろう。20年も30年も熟成させてる。アルコールは痛まるんですからね。コクが深まるばかりで。ちょっとごちゃごちゃしてるなって。で、私は寝魚狙いの時に、一本針なんですけれども、昨日初めてこの仕掛け、この赤いやつ買ったのも記憶にございませんけれども、針10号、針数3号で、オキアミの一番でかい LL を買ったんで、畑釣りたいですね。次いつ行けるかから、もうこの間のやつが釣り納めかもしれません。また行ける時がありましたら行ってですね、締めてお作りにしたいと思います。早速いただきたいと思います。天然マダイ、友達からもらいました。こんなんです。一番時期は春なのかな、いつなのかな。いや、油も、ま、結構ありましたからね。いただきます。あー、バリうめえ。いや、あまりね、きれかったんで、釣れた時しか尻尾はね飾らぬですけど、今日初めていただいたお魚、尻尾飾ったかもしれん。で、こっちが締めです。氷じゃない、お湯かけても水道水が冷たかったんで、そのまま締めの薄造りです。いただきたいと思います。プリンにつけるでしょ。アテナさんな。いただきます。お、穴の向こう側にミニピオ軍団がおりました。のぞめちゃんやった。いただきまんますや。うん、溶けたって言うたら大げさやけれども、もう ないや。いただきます。
ビールはこれしかないのでゆっくりいただきたいと思います。と今大しかないですけれども、頭の部分と骨の部分で3枚おろして、2枚か2枚おろして半分は冷蔵庫に寝かしてます。46センチありました、測ったら。でかいな。そして半分のアラと頭の頭そのまま、今1時間以上なったか、アクを取りながら煮込んでます。そして私が一番好きな食べ物を、長浜博多のフライ麺、麺だけを使って海鮮マダイスープを使って、私があまり公表しないというか、私も初めてのことなんですけどね、タイスープメインのラーメン作っていきたいと思います。野菜も何もない、魚だけ。これ今日食べようかと思ったんやけどな。プロ、近い未来。あらあら、鈴が良かったですよね。鈴が、まだ投稿してませんけれども、2022年クレーン珍プレー大賞受賞、優勝者はリラックマ、バカ野郎、リラックマって今言おうとした。すみっこ暮らし、名前は鈴とつけました。今日か明日か近いうちにショートで流したいと思います。前回音楽を つけてなかったんで、今度音楽をつけて流したいと思います。隣にいますのはマロンです。ちょっと喋よったら朝日が昇るんで、この辺で。今日のスポットライトは、よいしょ、どっこいしょや。起き上がるときは、今日のスポットライトは、全員映るかな、全員でってわけはないけど、ここにいるもの全てです。よいしょ。